公認会計士税理士の白井です。静岡市駿河区で会計事務所の代表を務めております。今回はですね、このように YouTube とか Facebook、インターネットで顔を出すことについてお話ししたいと思います。顔出しと言いますけども、顔を出して何かデメリットとか嫌なことはないんですかというような、質問を受けたとしてですね、嫌なことというのはほぼ体験したことはありません。嫌なことというのは体験したことがほぼないですね。本当に考えてみたんですけども、嫌なことというのはないかなと、むしろいいことの方が多いのかなと思ったんですが、じゃあいいことって何だと言ったらあまりちゃんと思い浮かばなかったんですが、まず人に覚えていただけるというのが大きいのかなと思います。特に Facebook で自分の写真、自撮りとか人に撮っていただいた写真をきちんとアップすることで人に覚えていただけるし、覚えていただいた上で親近感を持っていただけると、私との心理的距離が近まって関係性ができますのでね、その関係性をもとに私としてはいろんな仕掛けができているのかなと、そういう意味で顔を出してよかったし、それがメリットかなと思います。でデメリットがあったかというと、本当に考えてるんですけど、デメリットってないなというのが素直なところで、あまり人に嫌味とか悪口を言われたこともないと、嫌味とか悪口っぽいことを言われても、笑っては返しちゃうとかね、ギャグで返しちゃうような、テクニックある、テクニックもそれなりに身をつけてますので、あまり人のことは気にしない、人の評価は気にしないというのが私のスタンスというか心構えでもありますのでね。で、あまり人になんだかんだと言われたことはないです。言われても気にしないし、まず言われてないんだと思ってますし、言われても気にしないし、そういうのがメンタルタフなんですねと言われるのかもしれないんですが、メンタルがタフというか、気にしない、にしない、そもそも言われていないと。でそもそもなんですけど、誰も私のことなんて気にしないですよね。そんなにやっぱり有名人じゃないですし、ただ一般市民ですので、その人がインターネットで顔を出していたからって、だから何と、言う人も身近にいる、一人二人ぐらいですので、そういう人たちを気にするよりかは、全然気にしないで、自分に好感を持っていただけるより大きな多くの方々と接しているのがいいのかなと思います。別にもう私なんて自営業ですのでね、嫌な方とは付き合わなくてもいいというような状況、また会社員の方とは違うかもしれないですけども、そのような自由になるためには自営業で独立してリスク取ったというのもありますので、自分にとってネガティブな方とは付き合わないというような中で、私がこうやって YouTube とかで顔を出しても嫌なことを言う人は付き合わなければいいと、距離を置けばいいと思います。逆に、やはりこうやって顔を出してやってると、一生懸命やってますねって共感を持っていただけることも多いです。頑張ってる、ますねとか、すごい感心してますみたいなことをおっしゃっていただけることの方が多いですのでね、やっぱそう言って僕自身は頑張ってるようなつもりはなくて、自然に楽しんでやってるんですけども、そういう楽しんでるんだろうなという姿に共感していただける方が多いのかなと、とても嬉しくてありがたいことだと思っております。感謝しかありませんけども、そういう感じですので、ぜひインターネットで顔を出して自己 PR をしたいというような方は顔を出しされるのがいいんじゃないかなと思います。でこういうのも両稽古とかって言いますのでね、いっぱい、顔を出しているうちになんとなくやり方、方法論が分かってきますので、上手にやれると思います。ぜひ顔を出して PR をしていって、ビジネスされている方はビジネスにつなげるし、何か夢や目標がある方はその目標、夢に突き進んでいただければいいんじゃないかなと思います。